いや、行っちゃおう。これ、大丈夫かな？つないでるぞ、みんな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。あれ？ちょっと待ってくださいね。マジで？大丈夫？これ怒られない？俺なんか。はい。大丈夫です、多分。ちょっと待って、俺ちょっとテンパってるぞ。ちょっと待ってよ。あれ？なんか消えちゃったぞ、俺。あれ？ちょっと待ってください。こんにちは。こんばんは。見てたの？すいません、こんばんは。あ、ちょっと待ってください。こんばんは。女優、お仕事は、お仕事何ですか？女優というお仕事をやらせていただいております。すいません、ちょっとすっぴんで申し訳ないです。いや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 、どうもこんばんは。あ、こんばんは。ずいぶん遅くまで起きてますね。もうあ、は2時ですけど。い、ちょっと音上げます。しかもサカナクションのパーカー着てんじゃん。すげえ。うわ、ミラクル起きたね。いつも見てます。ありがとうございます。こんな時間まで仕事してんの？そうですね。でも今日はそんなに遅くなくて、はこれでも早い方なの？今。い。あ、いや、全然早く帰ってきてました。あ、本当？はい。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ライブにもね、今回ちょこちょこ来ていただいて、ありがとうございはい。ます。これ結構インスタライブ見てくれてたな、僕の。見てました。あ、本当？はい。いろんな職業の方とお話ししてるのも見てて。はい。ちょっと待ってくださいね。私これすっけんぴんな。で出ていいのかな？これやばい。でもさ、ちょっと待って、後で俺めちゃくちゃ怒られるとかないよね？ないと思います。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫だよね？大あ、丈夫かな？い大や、丈なん夫か、だと思います。俺ちょっのと目の。私がちょっと本当に、大丈夫かな？お風呂上がり。これ別に顔映さなくてもいいよ。音声だけでもいいよ。大丈夫だよ。本当ですか？マスクとかした方が、もう手遅れか。ちょっとこれみんなスクショとかすんなよ。スクショとかしてインスタに上げたりしちゃ、俺マジで本当に事務所とかに言われるからやめようぜ。ええ。ここだけの話にしようじゃ。じゃあせっかくならちょっとすいません、また。お仕事の話しましょうよ。はい。今いろんな仕事の人と話してるっていうか、前、シュガシュガで、いろいろとお話は聞かせてもらったんですけど、はい。あれ、カンナちゃんって福岡出身だっけ？そうです。福岡出身です。もともとあれだよね。アイドル？子役？子役？子役が先？まあ一応、小学生の、9歳、8歳ぐらい、8歳ぐらいからオーディションを始めて、9歳で初めてお仕事をさせていただいたので、子役みたいな感じですかね。その子役になるのには、その事務所に所属したってこと？最初。そうです。オーディションを受けて、福岡の方の事務所で。そのオーディションを受けるのには自分からそういう仕事になりたいと思ってたってこと？それともなんかそうで親御す。さんが、自分から思ってたの？そうなんです。なんか割と、ママ、パパとか、その両親も、別にその、こういうようなお仕事をさせたいとか、こう、何かをやらせたいっていう親ではなかったので、なんかこう、好きなことをやっていいよっていうふうに言ってもらってて、それで、テレビっ子だったので、ドラマとか見て、あ、なんか、普通に、テレビに出てみたいな、みたいな純粋な、なんかこう、なんていうんですか、軽い気持ちって言うとあれですけど、女優を最初から目指しますっていうよりは、テレビに出てみたいなっていう感じでした。それでオーディション受けて、なんかこう CM 出たりとか、初めて出たの映画だっけ？初めて出たのは、ミュージックビデオみたいな感じですね。ミュージックビデオではないんですけど、誰に？住宅の、なんかお家の、なんて言ったらいいんだろうな、あれは。イメージビデオみたいな感じです。そそのれお、が初出演。そうですね。最初に出た CM とかも、最初後ろ姿しかなかったです。
へえ。それでじゃあオーディション受かってそういうの出始めて、でもなんかアイドルもやってたじゃん。アイドルなのあれは。やってました、はい。なんかでなんか千年に一人の美女みたいな天使みたいなやつじゃん。いや、そうですね、あの本当に。あん時はグループだったの。そうです、グループでした。あれは基本的にアイドルをやってる時はアイドルグループですね。その福岡の中のアイドル、ローカルアイドルだったっけ？まあそうですね。みんな福岡ですし、同じ事務所だったんですけど、ライブとかは東京に来たりとか、全国に行ったりしてました。で、急にさ、あの写真が撮られてさ、あの、はい、なんか話題になったやつ。あれが撮られて、急になんかバーッとこう、注目を浴びたイメージがあるんだけど、はい。あれからやっぱり相当変わったの？そうですね。なんかいきなりみんなに知られたわけでしょ？いきなり知られるんですけど、それこそ何も知らないからこそ、うん、あまり実感が湧かないんですよね。どういうこと？どういうこと？広がってる実感も全く湧かずでした。うん、こんな多くの人に知られてるっていう感覚がなくて、いろいろ、まあ、雑誌とかその自分が見てるテレビの番組とかに出るようになってもまだ実感が湧かないみたいな、こうちょっとどこか他人事な感じでした。でも明らかにこう仕事が増えるっていうかさ、はい、のアイドルのグループ、今はもうそのアイドルのグループには入ってないんだよね。やめてるんだよね。そうです、解散ですね。あ、解散したんだ。そうなんです。でもそのアイドルのグループをやりながら女優を個人でやったり別でやったりし始めたりしたわけじゃない。はい。いつからそのなんか自分がこうなんていうの、世の中に知られてきてるって今の仕事に対して自覚し始めたのってどういうタイミングだったの？なんかきっかけがあったりした？女優という自覚っていうか。女優という自覚、難しいなぁ。でもともとその子役で役者っていうか女優みたいなテレビの仕事をやりたいって言ってアイドルになって、はい、でアイドルから女優の仕事をやり始めたりしていくわけじゃん。ここもそうですね。そうするとだんだん女優のことを分かってやっていて分かってきたりしたわけでしょ。まあ少しずつはそうですかね、はい。なんかこの作品がきっかけで結構自分は変わったみたいな作品ある？初めて主演をさせていただいた映画の、あの、セーラー服と機関銃卒業っていう映画を、それこそ16歳の時にやって、割とそれが自分の中で今でも節目となる大きな作品とはなったかなと思いますね。意識とかも。あれってでもいろんな人がやってるよね。最初は薬師丸ひろ子さんで。そうです、そうです、そうです。長澤まさみさんもやってる。そうです、やられてますね。3代目ってこと？かんなちゃんは。4代目になります。4代目か。はい。それでもさ、過去に演じてるんだよね、いろんな人が。それ見たの？見ました、見ました。なんか見たんですけど、プロデューサーさんとか監督さんには、なんかこう、あまりこう引っ張られすぎないようにとは言われたんですけど、うん、いや本当になんかもう右も左もわからないってこのことだなって思ってるたぐらい、うん、なんかわからないことばっかりなので、うん、なのでなんていうんですかね、初主演なんだよね。そうです。それまだ演技の勉強とかしてきてたの？なんかこうレッスンとか。まあ小学生の頃からちょこちょこっていう感じですかね。本格的にじゃあ演技を主演としてやったのがそこが初めてで、やっぱりいろんな、はい、何も分かんなかった最初は。分かんなかったです全然。例えばどういうことが。なんかこう全く余裕がないので客観視もできないですし、なんか常に毎日が全力で、なんて言うんですかね、こうほぼ記憶にないみたいな感じです。あの撮ったものをさ、後からあのプレイバックするの映画って。
僕らミュージックビデオとか撮るときって、はい、撮影して確認するかどうかってことですか。そう、プレイバックするんだけど、うん、役者の人ってプレイバックするの？人によります。カンナちゃんする人？シーンによります。私はなんかこう客観的に見ておいた方がいいかなって思うシーンは確認しに行ったりしますけど、うん、基本的にはそのセーラー服と機関銃やった時にプロデューサーさんに、うん、なんかこう割とその自分がこうどう見られてるかって意識したお芝居になるぐらいだったら見ない方がいいっていう風に言っていただいたので、うん、見ないどこうと思ってそのセーラー服と機関銃に関してはほぼ見ずやって、うん、っていうのを最初にやったんで、うん、割とそれが続けて今もっていう感じですかね。なるほどね。でもプレイバックしないの、ってことは映画館で初めて自分の演技見ることが結構あるってこと？ありますね、シーンによっては。え、こんな顔、それで後からわーって思ったりすることもあるの？ありますね。あ、そうだよね。でもそれが自分がわーって思っても見てる人はそう思わない可能性もあるしね。あ、そうです、そうです。なんか自分が納得できなかったなって思った場合でも、うん、あのいいシーンだったって言っていただくこともあったりするしっていう、うん、なんかこうそこも含め難しいなと思いますね。でも1年間でさ何本も映画やってるじゃん。はい、ありがたい。ドラマとかもやるでしょ。はい。その役ってさ、かぶったりし、前もなんかその話したけどさ、あの、はい、シュガシュガって聞いてるでしょ。ああ、はい。自分になんか強くの残ったりしないの、役が。どうですかね。その映画終わったらもう、その役はなくなるの、自分から全く。あ、全くなくなることはないです。やっぱり残ってくんだ。残っていきますね、経験というか、体験というか。多分、役だから残るというよりは、うん、でもこう思い出としてっていうとあれですけど、うん、例えばみんないろんな普通に生活してて学級委員長やりましたとか、うん、あるじゃないですか、うん、そういうことと同じような感じで、なんかそのやったっていうこと、その役をやったっていうこと自体はなくならないじゃないですか。なくならないですし、その時の思い出とかも覚えてるので、そういった意味では人格が入ったりしないの？役の人格が自分に残ったりしないの？なので新しい役をやった時も、うん、あ、この時の感情と一緒だなって思うこともあったりしますし、あ、残ってる気がします。でもそれちょっと怖いよね。どうなんですかね。だって役としてはさ、はい、いい役じゃない役もたまにあったりするわけじゃん。ちょっと怖い役だったりとか。ああ、まあはい、そうですね。ぶりっこな役だったりとかもあるわけじゃん。うん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 。それってやっぱり自分はそこになりきるわけでしょ、最初、役やるときは。そうですね。うん。なんかそれが自分ちょっとこう残ってくると、自分がちょっと役のたびに少しずつこう変化していってるっていうことなのかな。ああ、どうなんだろう。けど、その要素というものはなくならない気がしますね。いやでも役者、僕絶対演技できないんだけど、自分がなんか他の人のこと役を自分が他の人になりきるなんて絶対に、まあ、できないなって、まあ、思うんだけど、ミュージシャンだからさ、自分で曲を作って自分のことしか歌えないから、はい、役者の人っていろんな人にこう乗り換わって、うん、それを自分のものにしていく、自分のものにしていくのか、それとも役になりきっていくのか、マインドとしてはどっちなんだろうなと思うけど。でも実際にミュージシャンをやられてる方でも、俳優さんであったりとか女優さんであったりとかっていう方もいらっしゃるわけじゃないですか、うん、なんかそういった意味では、うん、一郎さんとかもお声がかかったりとかしないんですか？僕ね、本当に大根なんだよね。みたいな。なんか驚き方とかも、みたいな。なんかこう、なんつったらいいのかな。自分以外のことを、多分、
自分以外のことはできないんだと思う。山口一郎って役だったら出れるけど、他の人の役を多分できないんだよね。まあなんかミュージックビデオとかでやるようなで出演されてるじゃないですか。あれってこれはでも自分じゃん。自分の曲だし、ね、自分の役だから。そっか。あとまあやっぱり役者をやってる人って役者に人生かけてるし命かけてるじゃない。はい。なんかカンナちゃんとたまにこう話したりするときにもやっぱり本当に真面目に真剣に命かけてやってるなって思うんだけど、でもなんかそんな風に命かけてる人のところになんか自分がいきなりミュージシャンで役者ですって言ってポンって入っていく勇気ないなって思うんだよね。なるほど。たかがミュージシャンがで何を言ってんだみたいな。僕が例えば僕がミュージシャンで、はい、なんかこうポッとなんかこう役者さんで歌を歌い始めたりすると、うんうん、どれどれって気持ちになっちゃうっていうかさ、どんな歌書くんだよみたいな。あ、やっぱそうなるんですね。いや歌うだけだったらいいけど、曲を作ってとかになると、うん、なんかどんな思いでやってんだろうみたいな、うん、なんか物差しで、なんか僕は性格が悪いから見ちゃうけどだからなんか自分が役者やろうっていう気持ちがやっぱなんないよね。すごい人を見てきてるからこそね、妻夫木くんとか。なるほどね。なんかでも難しいですね、そこは。こう、どっちもやりつつでも全力で向き合ってたりとかっていう、その削るようなやり方をされてる方もいらっしゃると思いますし、なかなか難しいですね。まあ、ミュージシャンも適当に音楽やってるやついっぱいいるけど、まあ才能ある人もない人も、まあ、どの業界にもそうだと思うけど、ね、うん、でもやっぱり自分が尊敬できる役者さんとかはさ、はい、本当に命かけてやってるから自分がそこに飛び込むのはやっぱ勇気がいるというか、うん、なかなかそういう気持ちにはなんないよね、どうしても、うん、てかもうちょっと寝た方がいいんじゃない？私全然あのこの時間にあんま寝ないので。そう。なんかみんな眠たそう眠たそうって言ってるから。あ、本当ですか？うん、いや本当シンプルにすっぴんですし、あとなんて言うんですかね、あのツイッターとかに、うん、あ自分がやってるアカウントのとかですっぴん。うん、まあ、日々すっぴんなんですけど、で、載せるときって大体、アプリとかで撮るじゃないですか。ああ。今もう皆さんにどういう風に映ってるのか心配でならなくて。いや、本当に。ごめんな。ごめん。いや、全然なんですけど、あの、いつもインスタライブとかを、このアカウントで、MG のアカウントでやらせていただいてるんですけど、こんなあの、普通に、なんて言うんですかね。サカナクションパーカーを着て、お風呂上がりに、あの写真撮ったりとか動画上げたりとかすることがなくてですね、ちょっと本当にいつもあのこの時間帯にインスタライブやられてるじゃないですか、うん、やってる。で夜更かし私するので見てるんですけど、なんかリクエスト送ってコラボ配信とかできるのかなみたいなちょっと思ってしまいましたね。これでも怒られるとしたら確実に俺だからね。いやいやいや、絶対ないです、絶対ない、それは。絶対ないです。本当大丈夫？怒られないです、本当にマジで大丈夫です。大丈夫だよね。大丈夫ですよ。いや、だからあの、画質は荒くあってほしいなと思います。OKOK。でもネット環境が良すぎると画質が良くなっちゃうからね。どうですか？でも大丈夫だよ。僕はなんか、僕メイクしてるカンナちゃんもあんま見たことないけど、いつもライブの楽屋であって。そうですよね、ライブはそうですもんね。はい。だから全然見慣れてて僕は大丈夫だけど。十分あの美しいですよ、すっぴんでも本当に。あの、すじゃないです、そうじゃないです。そんなことないです。あれ？怒られるよって片山さん。ほら。片山さんいらっしゃいます。怒られるよって、俺が怒られるんだからね、俺。でも俺が繋いだんだからもあれですけど。まあでもちょっとこれ本当大丈夫です。まあまた今度やりましょうよ。ちょっと僕ビクビクしてきたわ。また、これでもカンナちゃんが。あのグループラインで、事務所のグループラインで
今からあの一郎さんのあのインスタライブにコラボ配信あのリクエスト送ったらできるかなって言って、うん、あのみんな見てねって送ってたんで大丈夫です。怒られなかったです、社長とか。それこそこのアカウントやってるレジェンド MG とか、うん、起きてたら見るねってきました全然緩いんで大丈夫です。なんかこれはね、あの多分1時間経ったらちょっともうちょっとしたら切れちゃうんだけど、パツッと切れちゃうかもしれないけど、はい、今いろんな仕事の人と話してインスタグラムライブで、僕はなんか制作する上でいろんな仕事の人の話を聞いて、なんかインスピレーションを任せたいなっていうので、うん、いろんな人の話を聞いてたわけ。はい。そしたらいきなり、橋本環奈ちゃんから女優やってますってコメントが来たんで、勢いで繋いでしまったんだけど、はい、また見てくださいよ。あ、私でもいつも見てます。で、またいたら繋ぐわあ、いいですか。またいたら繋ぐんで。はい、ぜひぜひ。うん、1万人はちょっと怖い。やばいやばい、僕やばいよ、怒られるわ。あ、全然怒られはしないです。はい、うん、でもまたたまに見てね。見て、繋ぎますから、その時。あ、もちろんです。はい、もしよろしければ。本当、ちょっとゆっくり寝てください。あ、すいません、いや、逆です。私は全然元気なんですけどはい、ライブでも、はい、体調が悪いと言われてたので。そうだね。はい、すごい時代だね、こんなことできるんだね。面白いですよね。私もこのアカウントでコラボ配信をしてました。カンナちゃんがなんか今度こういうことやるときに僕がリクエストでじゃあ行くわ今度。あ、本当ですか。あ、ぜひ。誰ってなると思うけど。はい、ならないと思いますけど、誰とは。私やるとき、よし、ぜひ見てた。いや、でもこんな夜中にやることないですはい、いや、遅い方が見る人少なくていいなと思ってやってるんだよね。まあそうですね、確かに、うん、いや、すごいわ。カンナちゃん出てきたら、だっていきなり1万人いっちゃったもんね。さすげえ。やめてください。何ですか、そんなノリ。わかんない。すいません、ありがとうございます、うん。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また今度ゆっくりご飯でも行きましょう。あ、ぜひぜひ。はい、うん、ありがとうございます。じゃあ、おやすみなさい。これ、どうやって切るんですか？あ、僕が切れるわ。あ、わかりました。すいません、ありがとうございます。じゃあ、チャオ。チャオ。おい、みんな橋本環奈さんだったぞよし、いやー、すごいね。こういうことがあるんですよ、インスタグラムライブしてると。これでも怒られんじゃねえかな、俺。大丈夫かな。これもう橋本環奈ちゃん出てこないから、橋本環奈ちゃんを見に来た人はそろそろ退出した方がいいぞ